こんにちは、B ミュージックスクール主人公の川崎です。さあ、今日ね、牧野くん、はい、ちょっと緊張してますか？緊張してます。今日はギターの生徒さんですね、そしてボーカルも習っている牧野くんにね、ちょっとインタビューに出てもらうということで、普段はね、なんとドラムを、そうですね、ドラムをやらせてもらってやってるということで、はい、今日もちょっとライブでちょっとやってきました。はい、やってくれたということで、でなんでこうギターを始めようかなと思ったとかちょっと聞かせてください。そうですね、やっぱりドラムやってて音楽の楽しさっていうのがあるんですけど、立って弾く姿かっこいいなと思って、もう座ってるのが嫌だった、座ってるのがちょっと嫌だった。なるほどね。自由に自由に演奏したい、自由にちょっと演奏したい、はい、はい、ということでね、今ボーカルもね習ってますけども、はい、すごいねベースのいい低い声がね、本当ですか、牧野くん、なんかどんな歌を歌いたいとかあるんですか？やっぱりこう大人な R&B 全然ギター関係ない、ギター関係ない大人なね、 R&B がちょっと聞きたいというかね。はい、じゃあなんかね、今日 B にしたここにしようかなと思った理由がなんかあったらちょっと一言ね。そうですね、見学させていただいた時に、はい、これ先生たちが本当に優しかったりとか、はい、そ何気ないことでも声かけてくださったりとかするので、はい、本当に、はい、ありがとうございます。惹かれました。ということでね、はい、今日ちょっとおぎやはぎみたいになってしまいましたけど、その牧野くんですね、はい、またぜひ今度はバンドね組んで自分でボーカルギターを、そうですね、はい、はい、やっていきたいと思いますので、ぜひ応援してあげてください。ます、今日もありがとうございました。